今回ミックスがアメリカのリンゴデススターのエリオットが担当ということで、海外の担当の人とあのミックスをやり取りするのってどうだったんですか？やっぱりテキサスと日本の時差がだいたい半日違うので、うん、生活のペースに合わせるのにちょっと初回の顔合わせだけ苦労しました。何時ぐらいにやるんですか？こちらの時間で午前中朝10時とか。あ、そうすると向こうが夜になって。結構ファイルとかいっぱいあると思うんですけど、それをエリオットさん結構まとめるのも上手だなと思ったんですが、これは苦労したりとかしました？エリオットが一つとバンドとアイドル類されてるじゃないですか。なんか歌い方とか、そのバンドはこうとかアイドルの時はこうとか、なんか分けてる部分とか気にしてるポイントとかがあれば教えてほしいです。あ、分けてる部分は、エニパは結構自分の中で感情を爆発させる気持ちというか、内側にあるものを出していくっていう気持ちがあったりして、ちょっと自分の中では出てるか分かんないですけど、過激というかちょっと鋭利な気持ちがあって、なので情緒的に歌ってたりするんですけど、でアイドルの方はやっぱりもうちょっと明るいテンションでというか楽しげに歌うっていうことは意識してたりもしていて、その違いはあるかなって思うんですけど、基本的には自分の歌詞とか歌詞の意味だったりとか、自分のなんか岩ちゃん最近アイドル、はい、いっぱい聴いて書くってやる、今日から始めました。そうですよね、はい、収録 B ですね、今日ねから始まったんですよね、はい。でなんかちょっと長くなっちゃうんですけど、みんなどういうアイドルとか聞いてたのかなと思って、これから何を聞くのかとかみんなもそれぞれあるじゃないですか。僕の印象だとなんか女の子ってやっぱアイドルになりたいって言ってる子すげえ多い、どんな子でもやっぱり最初の夢アイドルとかあると思うんですけど、まあみんな夢叶えてますけど、どういうの聞いたりとか見たのかなと、触れてきたのかなと思ったんですけど、王道から入りました。結構私は AKB 和田さんから入って、うん、本当キラキラ系のアイドルさんを追求してって、いつの間にかっていう感じなんです。いつの間にかどっち東京に入る、ね、もう本当にシューゲイズとかっていう初めての文化に触れて、ね、うん、全然そこから聴く音楽も変わっちゃったので。変わりましたね、うん、変わりましたか。ラミちゃんは？私もその王道。この動画をご視聴いただいている皆様、こんにちは。コラプス・スフィアのボーカルギター、翔子です。先日開催された2024年4月のトータルフィードバックの配信ダイジェストを一緒に見ていきたいと思います。1組目は、シガレット・エンディア・ベッド。このバンドサウンドの勢いが本当にかっこいい。メンバーの個性も魅力的で、ステージどこ見ても飽きないというか、目が離せないですね。繰り返しのメロディー、耳に残りますよね。シューウェザーマナーとしても、私の個人的な好みとしても最高だと思います。フロアで見ててめちゃめちゃテンション上がります。
2組目、雨上がりのプラネット。残響レコード所属のアイドルグループということで、ちゃんとアイドル、ちゃんと残響サウンドですごくワクワクしました。学生時代に残響レコードの名前は結構触れていて、ザ・キャブスがすごく好きだったなと思い出しました。パフォーマンスの透明感がすごく印象的でした。高円寺ハイの天井の高いステージにも合ってるなと思いました。目はエニパーミル、マノちゃんのキュートなルックスと C の強いバンドサウンドがちょっとギャップ萌え感というんでしょうか、見ていて眩しいようなステージでした。
可愛い声とかっこいい声とときめきが詰まってる。男性心がクールというか、ちょっとかっこいいで、まのちゃんが表情豊かなのがすごく素敵だなと思ってます同じゼノイティスギターの遠藤さんとして、このマノちゃんのレスポールタイプ、リーフの模様のメタルフロントですね。これはマノちゃんに似合ってて可愛いなといつも思ってます。組目、ループライダー、ずっと仲良くさせていただいていて、私は何度もライブを見ているんですけど、今回ループライダーは高円寺ハイ初上陸ということで、もうこの音をこのハイの音響で浴びれて最高でした。3ピースとは思えない音の厚みにいつも圧倒されます。
ーそれぞれの存在感もすごく魅力の一つだなと思っています。1組目は私たちコラプスでした。ファーストアルバムからバースライトという曲です。この曲は冬の晴れた朝の澄んだ空気の中でメロディーが降ってきて、その時のことをずっと覚えている大切な曲です。いつもより多く炊かせていただいてて、どう見てるのかなってすごく気になってたんですけど、
こうやって配信の映像を見てみると照明が綺麗に映えて良かったなと、ちょっとまたやりたいなと思っています。以上、2024年4月のトータルフィードバックダイジェストでした。来月のトータルフィードバックは5月26日札幌のシューゲザーバンドバーストブルーの新プリリースパーティーです。私も遊びに行くので、皆さん来月も高円寺ハイでお会いしましょう。それでは以上、 MC はコラプススフィアのボーカルギター翔子でした。またね。